ルンペルシュティルツヒーエムはグリム童話に収録されている作品。型々のちくわ小僧と訳されることもある。悪魔の名前当てというモチーフはイギリスのトムティット・トット等にも見られる。この話には世界中に存在している名前の神秘性、対象の名前を知れば相手を支配できるという概念が込められている。貧しい小引きが王にうちの娘は藁を紡いで、 金に変えることができると嘘をつく。王は娘を王妃にすることを条件に藁を金に変えるように迫り、塔の上に糸車と藁と共に娘を閉じ込める。三日後の朝までに金が紡げないと彼女は殺されてしまう。娘が泣いていると小人が現れ、最初の晩はネックレスと引き換えに金を紡いでやろうと迫る。次の晩は指輪と引き換えに紡いでやろうと迫る。 いよいよ処刑が迫る最後の晩、小人は最初に生まれる子供と引き換えに藁を金に変えると迫り、ついに娘は折れる。藁を金に紡ぐ約束が果たせ、王妃になった娘が三軸の床についていると、小人が赤ん坊を奪いにやってくる。王妃の懇願を受けた小人は、三日後までに自分の名前を当てられたら、子供を連れて行かないと約束する。王妃は国中の名前を集めさせるが、 小人の名前は見つからない。困っていると、王が森で奇妙な歌を歌う小人を見たと語る。今日はパン焼き明日は、ビール作り明後日は、女王の子を迎えに、俺様の名前が、ルンペルシテルツヒエンだとはうまいことに誰もご存じない。なんと、小人が歌っていたのは、自分の名前だった。三日経って、子供を連れ去りにやってきた小人は王妃に名前を言い当てられ月光し、 お前は悪魔から聞いたな。お前は悪魔から聞いたな。と時ンダを踏み、逆上のあまり自分で自分を引き裂いてしまう。ルンペルスティルツヒエンとは、ガタゴとなる柱に、偽人的な意味合いで、指障子を添えたものであり、妖怪ガタゴと柱さんといったような意味である。ランプルスティルト、または、ランプルスティルズと呼ばれる、ゴブリンの一種は柱を鳴らしたり板を叩いたりする。 存在で、ランプルジストやポルターガイストなど家で物音を立てたり、家ごと揺らしたりする妖怪に似たものである。西の前期魔女や、ワンスアポンアタイムに影響を与えている。ありがとうございます。